はい、どうも、こちら、エゼコです。それでは今回なんですけども、JCB カード 20% 還元、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートで Apple Pay、Google Pay 決済してお得にということで、今回は JCB カードについての情報ですね。この動画では JCB カードを持っている方や、今後ですね、作成検討されている方がいらっしゃいましたら、ちょっとお得なキャンペーンが開催されていましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで今回紹介をさせていただくキャンペーン、こちらコンビニで JCB カードのスマホ決済を体験しようキャンペーンということで、コンビニで Apple Pay、Google Pay を使う今ならなんとご利用金額の最大 20% が戻ってくるキャンペーンとなってます。でこちらのキャンペーンなんですけども、2021年の3月の1日からスタートしておりまして、2021年の5月の31日までの結構長めのキャンペーンとなっております。キャンペーンの内容に入っていこうと思うんですが、まずは先ほどお伝えしたように、まずはキャンペーン参加登録、まあ、いわゆるエントリーみたいなものがあるんですけども、それを行って対象の加盟店で Apple Pay であったりとか Google Pay で利用すると、ご利用金額の 20% が漏れなくキャッシュバックがされます。まあ、最大1000円分までが上限ということですね。お手持ちの JCB カードをスマートフォン端末に設定をして、コンビニエンスストア店頭で月ペイ、間違えた、クイックペイで支払った金額がキャンペーンの対象となります。なので、店頭でクイックペイでお願いしますというふうに伝えれば、いわゆるキャンペーンの参加ができるということですね。で、ちょっと細かいところなんですけども、参加登録時期に関わらず、期間中に利用された金額がキャンペーンの対象になると。で、あと、1枚のカードを複数のデバイスに設定されてた場合でも、キャッシュバックの上限は1000円ということですので、まあ何枚も何枚も JCB カードで発行されてるカードを使っても、とりあえずトータルで1000円までということになります。なので、とりあえず5000円分利用することで1000円の上限に到達すると。まあ若干ね、ちょっと上限は少ないとこではあるんですけども、まあコンビニでそんなに大きなお買い物することっていうのはないと思うので、まあ意外とこの1000円って、まあありがたいっちゃありがたいですよね。で、キャンペーンの対象加盟店一例ということなんですけども、今出てるようなお店が今回の対象ということになります。まあ、ほとんどね見たことあるようなお店ばっかかなと思うんですが、セイコーマートであったりとか、ファミリーマートであったりとか、バナナチップ、セブンイレブンであったりとか、ポップラー、あとデイリーヤマザキ、ミニストップ、ニューデイズ、ローソンという感じなので、まあほとんどね全国にとりあえずどこかにあるであろうコンビニが対象ということですね。ここは結構ありがたいですよね。で、今回気になるですね、対象となるそのカード発行会社はということなんですけども、まあ、一旦ですね、ちょっと公式ページを見てみましょう。まあ、これが今回の公式ページなんですけども、一応ですね、対象となるカード発行会社はっていう風にあるんですが、ちょっとこれは置いといて、ちょっと小さく出てるんですが、注意事項に、JCB のプリペイド及び一部のカードは本キャンペーンの対象ではないと。で、みずほウォレットとか、MUFG ウォレットでのご利用分は本キャンペーンの対象となりますということですので、まあ、これら使ってる方はいいですね。で、さっきお伝えしかけた、この対象となるカード発行会社ということで、以下よりご確認ください。一部本キャンペーンの対象とならないカードがあります。本キャンペーンの対象となるカード発行会社はこちらということで、これをクリックしたらですね、まあ、JCB の公式ページには繋がるんですが、日本の JCB カード発行会社ということで、一応ですね、ずらーっといろんな情報が出てくるんですけども、まあ、クレジットカードであったりとか、あとはデビットカードということで、ま、いろいろとりあえず出てるんですが、正直これを見たときに、こっちをクリックしたらですね、JCB のパートナーカード発行会社の一覧とかも出たりするので、うん、結局のところどれが対象なのかなっていうふうに思ったので、とりあえずですね、まあ、例のごとくコールセンターに問い合わせました。そしたらですね、3つほど注意点というよりかは、まあ、ここだけ押さえていただきたいことを言われまして、まず1つ目は発行元が JCB であるということですね。まあ、これ僕のですね、JCB カード W の裏側なんですけども、ここ右下によく見るとですね、ちょっと今モザイクをかけてるんですけども、株式会社 JCB という風に出てるんですよ。なので、そのカードを裏目見て、だいたいここに株式会社 JCB って入っていれば、まあ対象のカードですよっていうのがわかります。なので、ご自身のカードがそういった風に入ってるかどうかっていうのは、ぜひともチェックをしてみてください。で、続きまして、ここまとめて2つなんですけども、カード番号が354で始まるカード、もしくは355で始まるカード、これらが対象のカードということですので、それ以外の JCB カードを持ってる方は対象外となりますので気をつけてください。なので僕の場合に関しては JCB のオリジナルシリーズ、JCB カード W と楽天カードも JCB なので、番号を確認したら JCB カード W の方が今回は対象のカードということで確認が取れました。
なので他にも、一応水ホウレット持ってるんですけども、ミクシーが提供する 6g も確認したらカード番号がまたちょっと違ってたので、そういったものは対象外になるということですね。なので今回は僕はこちらの JCB カードのオリジナルシリーズ、JCB カード W でちょっと挑みたいなというふうに思っております。で、他にも細かい注意点なんですけども、まあ先ほどもお伝えしたように、とりあえず家族カードのいずれの利用分もキャンペーンの対象になるということ。で、キャッシュバックされる場合は、とりあえず合算金額になるということですね。なので複数枚持たれている方は、まあそこら辺はちょっとうまく計算して利用してみてもいいと思います。で、キャッシュバックは1会員1回のみと。で、複数枚お持ちであってもキャッシュバックの上限は1000円ですねと。で、キャッシュバックされる日程なんですけども、JCB カードのクレジットカードは2021年8月お支払いのカードご利用代金明細で金額がマイナスになるということでした。なのでこれは事前にチェックしないといけないですね。あとは、例えばですね、支払いがない方の場合に関しては、設定口座への振り込みになるということですので、ここもね、しっかりとご自身の口座をね、まあ、結構先の方にはなるんですけども、チェックしておかないといけないですね。で、今回のこのキャンペーンなんですけども、使うパターンということで、3つに今回分かれるかなと思いまして、僕なりにちょっとお伝えしたいと思います。まず1つ目は、他のスマホ決済がキャンペーン中ということで、これどういったことかというと、まあ、ご存知の通りですね、今本当に3月はですね、スマホ決済がマジで熱いんですよね。例えば、先日ちょっと動画にも紹介させていただいた PayPay ですね。このセブンイレブンアプリに PayPay を使って決済をしたら 10% 戻ってくるキャンペーン。Yahoo プレミアム会員とかソフトバンクワインバイルユーザーの方はさらにね、還元率がアップするんですけども、そのキャンペーンが開催されているので、まあそっちをね、優先的に使ってもいいと思いますし、プラス、ローソンで決済する場合に関しては、aupay のキャンペーンが絶賛開催中なんですよね。こちらも 20% 還元中ということで、期間がそれぞれ分かれておりまして、PayPay に関しては3月の8日、8日から3月の26日まで。で、ローソンに関しては3月の22日っていうことになってますんで、まあぶっちゃけですね、まあご自身が貯めたいポイントとか、普段から使ってるコード決済を優先的に使うのが僕はベストかなと思いますんで、全然そちらを優先的に使っていただいても OK です。これがまず一つ目の使うパターンということで、もう基本的にはスマホ決済を今は優先的に使うと。で、次二つ目は Apple Pay 10% プラス JCB の 20% ということで、これどういったことかと言いますと、こちらですね、先日ちょっと動画にも紹介をさせていただきました。エントリーしてローソンで iPhone 等をタッチして Apple Pay で決済したら、漏れなくポンタポイントがプラス 10% 還元キャンペーンということで、こちらのキャンペーンに関しては3月の19日金曜日まで開催中でございますので、まあ、いわゆるね、JCB カードのオリジナルシリーズ。まあ僕の場合に関しては JCB カード W を、まあこの画面で、普通にクイックペイで決済するのではなくて、Apple Pay でお願いしますっていう風にお伝えすれば、先ほどお伝えしたポンタポイントの 10% プラス、この JCB の 20%、まあダブルで恩恵を受けれるのではないかなという風に思ってるんですよね。まあおそらくうまくいけるかなと思います。なので、まあ au Pay は使ってないけど、Apple Pay を普段から使ってるっていう方とか、もしくはこの JCB カード普段から使ってるっていう方はね、そういった方法で Apple Pay 決済を行えば、まあダブルでそれぞれね、恩恵を受けれるのかなという風に思います。これがパターン二つ目ということですね。で、最後三つ目なんですけども、他のキャンペーンがない時に使うということですね。というのも、今回のこの JCB のコンビニの 20% キャンペーンに関しては、結構期間が長くてですね、5月の31日まで開催中なんですよ。なので、ぶっちゃけ結構ね、3月はスマホ決済が本当に熱いので、それをまあ優先的に使って、その後にこのキャンペーンを使うっていうぐらいが、まあ結構ベストな使い方かなというふうに思うんですよね。なので、とりあえず今月3月に関しては、セブンは PayPay を使うと。で、ローソンに関しては aupay で 20% を受けると。5月に入ってちょっとキャンペーンが静まってきたなという時に、その時にやっとこのキャンペーンに参加するっていうぐらいが効果的なのかなというふうに思います。まあもちろんね、これはご自身で作戦練ってみてもいいかなと思います。で、僕自身に関しては今回の JCB カード W で参加してみたいと思うんですけども、このキャンペーンに参加するためにはちょっと冒頭でもお伝えしたように参加登録、いわゆるエントリーみたいなものが必須となってますんで、ちょっと実際にエントリーをやってみたいと思います。まずはキャンペーンページにアクセスをしていただきましたら、ここのカード会員の方、MyJCB というところから入ります。まあ他にもね、インターネットで応募できたりとか、お電話で応募することもできるみたいなので、まあこちらを使われる方も全然いいと思います。ですけども僕はカード持ってるんで、MyJCB から入ります。そしたらですね、MyJCB のログイン画面が出てきまして、うまくログインができましたら、まあここにですね、今お伝えしたキャンペーンがありますんで、ここをタップします。
します。そしたらですね、キャンペーンページに切り替わりまして、早速キャンペーンに参加をタップします。そしたらですね、まあアンケートを入力する項目があるので、これも入力できたら確認画面に進んでください。でうまく参加登録ができましたら、ご覧のような参加登録受付をいたしますという画面が出てきましたらバッチリです。一応確認メールも届くみたいですね。ご登録ありがとうございますということで、しっかりとこちらも確認してみてください。で先ほどお伝えしたように、とりあえずコンビニに行ったら、まあクイックペイでお願いしますという風に伝えれば大丈夫です。まあアップルペイとね併用される方はアップルペイでお願いしますとかでも大丈夫ですね。で最後キャンペーンのまとめです。先ほどお伝えしたように、とりあえずエントリーは必須となってますんで、先に登録を行ってください。で還元率は 20%、 付与上限に関しては1000円までなので、5000円まで利用することで上限に到達します。で対象となるのは全国のコンビニということですので、どこが対象なのかを公式ページで確認をしてみてください。で期間に関しては3月1日から5月の31日までですので、まあ結構長いので、無理に早く使わなくても全然いいと思います。で条件としましたら、 Apple Pay もしくは Google Pay での決済が必須ということですね。まあ一応こう書いてはいるんですけども、とりあえずお店で決済するときはおそらくクイックペイで決済をすることになると思います。でもしですね、今お伝えしたこの JCB カード W をまだ持ってない方とか、発行検討されてる方がいらっしゃいましたら、こちらのポイントサイト、ハピタスっていうポイントサイトがあるんですけども、ここで発行するとかなり今お得なんですよ。っていうのも、カード発行したら9500円相当ね、ポイントが入るみたいで、まあ僕が作った時は別のポイントサイトで確か7000円分ぐらいの時に作ったので、まあ結構高い方かなというふうに思ってるんですよね。ですけども、3月4日時点での9500円相当なので、まあ変動することもあったりとか、この案件がなくなったりする場合もあるので注意してください。ちなみに、ハピタスで JCB カード W とか JCB カード W プラス L ですかね。こちらを発行した場合でも現金にもできますし、他のポイントとかにも変えることができます。で、他にもですね、今 JCB カード W 発行した場合ですと、下にも出てるような新規入会での特典っていうのもあったりするので、こちらもね、結構発行と合わせて使っていただければかなりね、お得にいけるのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は JCB カードのスマホ決済を体験しようキャンペーン 20% キャッシュバックキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあね、僕自身はとりあえずこのキャンペーンはとりあえず今登録を行ったので、他のキャンペーンが落ち着いてる時に、まあ、ちょっと使おうかなっていう風に思っております。いや、結構ね、上限はそんなに高くはないけど、5月まで開催されてるっていうのが結構大きいかなという風に思います。まあね、JCB カード W も使う時といえば、スターバックスでのポイントが確か10倍とかでしか使わなかったので、ほんと、やっと久しぶりにちょっと使う時が来たなという風にも思いました。なかなか少ないキャンペーンなので、ここはうまく使おうかなという風に思っております。で、今お伝えしたキャンペーンのリンク、そして、ポイントサイトハピタスの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。